ジラバとトメキチのジラキチかいよっ。これ作らはったやつですか？まだもうフリーか。あ、すいませんね、何を急にやってんのと、ちょっと戸惑ってらっしゃる方に説明させていただきます。今日は実は言うたらジロキチ会議の収録という話だったんですけども、はい、まあニコ生やろうぜみたいな感じのノリでニコ生になりまして、はいはい、で2時間枠用意してあるから、うん、後半1時間はジロキチ会議シャープ43の収録という形になってます。だからこっからはなかなかコメントも読みづらいんですけど、はい、目についたやつとか拾っていきますんでね、ぜひぜひコメントもください、はいはい、よろしくお願いします。ということで、はい、でいきなりここからオープニングトークが、オープニングトーク10分 で、はい、今その二郎くんがわざわざね、うん、こっから収録なんでコメントとかなかなか拾えないですが、はい、やのにまさかのコメントに反応しつつ近況トーク。近況トークね、難しいね。難しい。いや近況なんてあったらその1時間のうちに喋ってるっていう話。そうですよ。でも俺パッと思い出した話していいよ。俺これどこまで言っていいかわからへんねんけど、俺久々に一昨日友達、地元の友達から、うん、パッと連絡が来て、今お前見たでみたいな感じ言われて、うん、あれどこで見たみたいな話してると、で最近何してんのみたいな話しててんけど、うん、その人俺なんかの番組見たことあんねんけど、もともとミスマガジンみたいなのとかやってたぐらい、なんかの表紙になってたぐらい綺麗な女性やねんけど、気持ちは男性ですと、だから体を男性にしますって男性になった人やねんとか。ああ、なんか言ったっけ、うん、で、男性、ね、男性になったけれども、うん、男性やけどゲイやから男性と付き合うみたいな、なんて言ったらいい、はは見た目は割った入ってくんなよお茶話しとんねん見た目は、うん、女性プラス男性みたいな感じ、すごい中性的な感じ。もともとは女性で、うん、そう、ラジオで話してましたね、まさにそう、そう女性やけども、 でも気持ちが男やから男になりました、うん、男の体になりますっつって、おっぱいも取ったりした、ね、男になりました、うん、なのにもかかわらず、うん、やっぱり、え、ちゃうわ、男の方が好きやから、うん、だから男が好きなゲイやと、自分はで、そのもう女でもええやんっていうのはまた違うらしくて、で、男性とお付き合いされてました、で、やや女性の気持ちが芽生えました、で、東京行って AV 女優になったらしい、はい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 、AV 女優になったけれどもなんかうんって感じで、で、AV 女優辞めて風俗で働いたみたいな話まで聞いてたんやけど、はい、久々に会ったんよ、はい、会ったっていうか俺声かけられて、はい、今何してんのって聞いて、はいはい、戦場カメラマンやってるって。人間ってすごいねと思って、何言ってるか分からへんけど俺もよう分からんかって、戦場カメラマンとかいう仕事ってまたそんなあれなんや。嘘やろ。え、マジやで。そんなことある。うん、で、これが近況俺の。ごめん、無理やわ俺近況を。どういうことや。その話された後俺の近況とかマジで、いやごめんマジで、ちょっとほんまにこの間なんか新発売のさ、うん、なんか何唐揚げ粉濃い味が美味しかったみたいな話しようと思ってたのにそれは無理やわ。うん、あ、ほんまに。だから体つきがどうなってるかは俺もようわからへん。え、あんま知らん。今パッと見はどうなんですか。パッと見はどうなる、合ってないから見られただけで、いかんせん合ってないから分からんけれども、多分、うん、女性っぽい感じやと思う、見た目は。うん、やっぱ前と同い年なんの。同い年。あ、理解が追いつかない。まさにその通りですよね、うん、いや、さっきからね、ちょくちょくなんかお鍋やろ、お鍋やろって言うけど、うん、お鍋じゃないよな。お鍋っていうのは、お鍋はだから同性愛で女性のことが好きな女性なんやけど、うん、男っぽい格好してある人。はいはいはい、はい、そうじゃないやろ。そうじゃないよ。男の格好して、うん、なおかつ男が好きなんやね、うん、もう新種や、完全にじゃあだからもう裏の裏みたいになってるだけやんね。ちょ名前考えた方がよくないそのパターン、うん、ありそうでなかったね。分からへん、うん、だからその感覚的に異性を愛する気持ちは女性と同じや、うん、やけどもカッコは男になりたかったっていうことでしょ、うん、だから自分ではゲイやって分かるわけやん。そう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 、本来男で生まれてくるはずやったけども男のことを愛しちゃってるから私ゲイやねんっていうことだろ、うん、すげえね。ようわからへん。ああ、ようわからへん。唐揚げくんのどの味が好きなんだろう。あ、僕唐揚げくんのこと語らしたらちょっと長なるから今日はやめとこう。
特番組んでもらいますわ、辻田さんに唐揚げ組んの。え、1個味あげるとしたら何？レッドやろ、レッド。レッドやろ。いや、ちゃう、大体の人レッドじゃない。ずるいわ、お前それ。俺、前言うてたやん。レッドが俺は好きやで、みたいな話してて。大体て、それなんか、結局、うまいな。カメラの前でさ。なんかそうやってや、なんか何やねん、とめきちさんはほんまになんかこういう単純な人なんですよみたいな感じに見せたやん、お前。いや、そうですよ、僕レッドですよ。レッドやね、まあレッド美味しいもんけど、ちょっと辛すぎる。そうか、あれ食った、なんか新しいやつでさ、全部ミックスみたいな。食べた。あれも、あれなんか、じゃあなんかあの、じゃあ美味しいっていうか、ジャンク感が好き。なあれなんかな、ややこしいわ、うん、うん、すげえなんかすげえややこしかった。あ、レインボーっていうの、あれややこしいわ俺なんかな、うんうん、やっぱレッドなんかな。でもホイミ味はね、俺そのなんやろ、基本3種あるやん、はいはい、レギュラー、レッド、チーズの、うん、なんでチーズさっき持ってきて。その中で俺はチーズが一番どうでもいいと思う。はいはいはい、チーズ味が世の中から消えて、うん、ホイミ味になってもいいんじゃないかっていうぐらい俺は気に入ってた。うーん、お前なんかホイミ食ったっつってたな。うん、食べたけどあんまりやったかな、正直。なんか、いや、マヨネーズやん。うん、うん、あ、ガーリックとマヨネーズっていう組み合わせがなんか、うん、うーん。あ、いや、それも俺聞いたとき、これもうやばいやつやって思ったの。ニンニクと、いや、それやったらなんか、からしマヨネーズ味とか、はい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 、絶対美味しいやん。え、いけんじゃん。え、もう超美味しいやん、からしマヨネーズ味。いけるいける。ちょ、マジで。え、ちょっとごめん。ご覧層の人いないですか。うん。え、むっちゃ美味しそうやん、からしマヨネーズ味とか。いい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 。うん。そうや、もうペコイマージでええわ。いやー、とめきち味でしょ。とめきち味。とめきち味、まずかったとか、もう意味わからへん。え、餃子味とかあったの。なんか期間限定だったんじゃないかな、確か。あ、なんかご当地みたいなのありましたね。なんかよく出てるっしょ。うんうんうん、コロ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 って、うんうんうん、でも美味しいよね。え、でもね、なんかそう、あの留木ジャーファミチキ食っとけばいいみたいなコメントを、今来てますけども、うん、いや、そう、ちょっとね、一時そのファミマのファミチキ、うん、とスパイシーチキンにちょっとシェア奪われかけあった時期あったでしょ。あったね、あったあった。俺が中学ぐらいの時から、うん、なんかもう異様にファミチキが、で、うん、ファミチキさ、今骨なしになってるやろ、うん、俺若い時出た時はじめ骨付きやったの、うん、ファミチキ、ファミチキはじめ骨付きやったはず。ほんまに、ほんま、うん、ちょっとあのコメントで助けて。絶対そうやし。、うん、俺全然信用されへんから、はいはいはい、うん、そうやったの。その時むちゃくちゃ美味しかった、ほんまにな。あのケンタッキーフライドチキンみたいな感じやって。でも、とめき嘘ついてる。いや、嘘じゃないよ。初めほんまやった、あのケンタッキーの、そうそうそう、今も骨付きある。いや、今も骨付きあるんやけど、ファミチキっていうもんが骨付きやったんよ。今ファミチキっつったら骨なしやろ。で、うん、骨付きがなんか極みみたいな、極みチキンみたいなやつでしょ、うん、あ、そうや、プレミアムチキン、はい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 、あるねっていう分けたあるやん。じゃなくて、ファミチキっていうメニューは骨付きやったんよ、前出た時は。いや、まあ半々やね、コメントは。ほら、ついてたついてたって来た。そこだけフューチャーするわ。ついてたついてたって来てんの。そこだけフューチャーせんといて。ついてたついてた。聞いたことない、それ。知らんな、知らん。じゃあ、じゃあ、じゃあ、もうちょ、もうお前誰か調べてや。じゃあ、辻田さんもボケっとしてんじゃったら、すぐパパってなんかも自慢のあれで調べてやな、これで。自慢のこれで。テレビ見たりするやって。ぼちぼちですかね。アドマチック天国は毎週欠かさず録画してみた。それ何？あの、もともと相川欽也さんの、富士さんよう好きなの。そうそう、あの街の、うん、順位勝手につけてやらはるやつ。うん、なんかあれらしいね、最近アイコスがバカ売れしてるみたいで。最近異様に見えるな。アメトークの影響らしいね。あー、なんかやらはったって言いますね。そう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 、アイコス芸人どこ行っても売ってないらしいやん。そうなの。え、何それより、俺らもっと先に吸ってたからみたいな感じ、うん、あのワールドカップの時にあのベッカムの時、
もうソフトモヒカン流行ったけど、うん、俺でもワールドカップ始まる前からソフトモヒカンやったしみたいな感じで言ってる、ね、今言うてる、うん、アイコスちょっと軽いわ確かにね。けどそれに慣れてきたらね、それで全然良くなるんですよきっと。うん、美味しいですよ。でもアイコスダサいっていうのは同意かな。だからダサいっていうか、なんて言ったらいいんやろ、なんかタバコってかっこいいイメージあるやん、映画とかで吸ってるシーンとか、うん、まあまあこれがかっこいいね。え、今1万9000円の。いやそれは嘘。あ、だからあれか、あの、なんかヤフオクとか。あ、そうなんや、うん、あ、ほらちょっと来たやんか、2001年フライドチキンとして発売。あ、ファミチキっていうことではない。いや、ファミチキっていう名前に なったんや。ほら2006年に骨なしを発売。ありがとうございます、どうも。喫煙所減ってきましたね最近。もうさっさとやめた方がいいんでしょうけどね。アイコスにするぐらいならやめればいいっていうのはちょっと違う。あ、それはちょっと違いますよ、うん、あ、アイコス吸ってから の調子がいいですね。あ、5万円ぐらいのって今、ね、すごいね。アイコス匂いほんまにつかないです。うん、一切残らないです、ね、ほんまにつかないですよ。うん、すげえから。まあまあまあ、だからうん、気になる方はいっぺんね、うん、やってみなかった。あの名古屋とか行ったら名古屋駅前、うん、名駅のあのアイコスショップとか、うん、週末長蛇の列やからね。90分とか待ってらしい、ね、うん、えぐいな。いや、あのアイコスストア、アイコスショップに行ったら思うけど、名古屋のところ半年ぐらいもう経つらしいんだけど、うん、壁真っ白なんだ、うん、で中でアイコス吸えるんよ。それを考えるとこの白さはすごいなと思う。うん、アイコス吸ってから腰の痛みが治った方も。ああ素晴らしい、はい、モテるようになりましたとグルンちゃん。いやてか3時間待ちになるとか携帯ちゃうんやからそんな待つことあるわ。お金払います、はい、説明多分、割引の時に映像を見なあかんとか1本吸わなあかんとかなんかそんなのがあるんじゃないかな多分。いややこしい、割引の仕方じゃん。物をやられるっていうのはね、まあ現に確かに俺も変な席、富木さんが言う変な席はなくなったかもしれんわ、うん、普通のタバコに戻ってじゃないけど、うん、こう両方で、うん、まあだから合わへん人は合わへんやろ、うん、のもうあると思う。一切席出へん人もいるし、で俺もずっと出てへんかったんやけどなんか、うん、多分乾燥した時期があったかなんかで、うん、その時からかな。うん、いやまあ両方が一番いいと思いますよ、バランス。ちょっと金かかりますけどね。そうやね、はい、というわけでね、はい、10分オープニングトーク10分紹介いたしました。紹介という方はね、アイコス1本すること10年生ならダメですよ、うん、はい、ということでここから先いきますよ。ディスカッションのコーナーよー。あ、痛かった、ごめん、いいよ、やって、はい、いいよ、ごめんなさいね、ごめんなさい、今、ジロー君が痛かったみたいなんで、もう一回ちょっとジロー君にやってもらいましょう。ディスカッションさあ、というわけで、富木さん、呼んでくださいよ。はい、はい、じゃあ、一つ目のディスカッションのテーマ、こちらです。ラジオネーム、大仁田さん。はい、かっこ10分で終えろっていうことで、ね、これラジオネームのとこに書かんといてくださいって。おはこんばんちは一発告知の題でこんな告知方法があったらいいなとか、はい、ジャグラーの新しい告知方法などをディスカッションしてください、はい、ちなみに私はジャグラーでゴーゴーランプの中にリールを作り大当たりすると画面全部を覆い尽くすような巨大ゴーゴーランプのジャグラーを作ってほしいです。大仁田さんはね、あの心に闇をおそらく抱えて意味がわからへん。ゴーゴーランプの中に、あ、だからあれね、鬼武者みたいな感じね。サイリンとか。あの、ベオネッタみたいな感じで。ベオネッタみたいな感じにしてほしいってことかな。で、あの、全部バーンってこう、液晶で光るみたいな感じ。言いたいの。いや、じゃないと無理やろ。なんや、リールの中に。ここでちっちゃいリールを出すんじゃん。いや、それはランプの中にリールっすよ。思ったよ。ランプの中にリールじゃなくて、リールの中にランプやからね。え、ちゃうって、ランプの中にリールやで。あ、ほんまや。逆になる。ゴーゴーランプがこうあって、うん、そこにリールがあって、大当たりすると、はいはい、画面全部覆い尽くすって。いや、画面がないやん、まず。リールがないんじゃない、こっちのリール。あ、やから多分あの何あの、うん、なんか書いてあるやん、なんかあのレッツエンジョイみたいな、うん、こうで、あれよう見たらこうちょっと丸楕円形みたいな、うん、なるほどザワールドのマークみたいな、うん、あれがゴーゴーランプになってたらええんちゃうっていうことじゃない。
まあまあその液晶部分、本来液晶らへんがある部分を、だからドーナツリールみたいな感じにしてくれってことでしょ、うんうんうん、多分ね、うん、全然納得いってなんでな、リールテーションが全部ガコッとかでよくないですか。で今回からもあれそうやんね、うん、なんかあのファンキージャグラー今皆さんあのもう公式ホームページあの出てるんで見てください。俺今日動画で見たけどバリシューであれ、そうあの マシンガンガコどんなのガゴンガゴゴ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 ゴンつってあれはやばいわ、ただのガコンでもさピクンってなんのに、ね、あんなん来たら俺も絶対死んでまうわ。なんかあれやんかな、あのマイジャグラーの逆を言ったみたいな感じかな、ひっそりとは裏腹に。あーもうね、うん、いやファンキーでもいいよ。ファンキーだから今回プレミアで停止ごとにあの車の、うん、あの何急ブレーキ音キキーキキーキキーとかもあるみたいですね、うん、ペカって女性の声で言うって何だったっけこれ、なんかなかったっけ、あっけなんかペカって女性の声で言うってあったって、あ、なんか聞いたことあるな、忍者だったっけ、え、なんかあった気がする、なんかあったな、やばい、コメントゼロや全然コメント、いや、調べてくれてはんねん、そうっすよね、ミンヤグガールズ、いや、ミンヤグっすよね、ガールズちょっと待って、もうほんまに2等分ジャフラサイリンとかも適当なこと言うなって、もういや、ちょっとディスカットしな、ディスカッション、新しい告知方法、うん、なんかなぁ、まあ別にジャグラーじゃなくていいわけですよ、うんうんうん、うん、一発告知台でこんな告知方法があったらいいなっていうのはもう、もうでも出尽くしてるやろ、一発告知系とか結構もう俺あれがめっちゃ好きなの、告知方法で、うん、3秒フリーズ、ああいいね、あれが超好きで、うん、ドキッとするしいいよね、うん、全部あれでいい。じゃ俺はあれやわ、なんか前なんか言ってんかったっけ、ん逆に、うん、まあジャグラーになっちゃうけど、うん、逆に常時ゴーゴーランプが点灯してて、うん、当たったら消える、うん、逆になってるバージョン、うん、嫌や、え、なんで、いやそれみんな嫌やろ、クレームのもとやろ、いや、もうじゃあ注意書きかなんかで下パネルに書いとってくれたらいいんじゃん、このジャグラーに関してはゴーゴーランプが常時点灯しております、消灯すればボーナスじゃあ理想を言っただけやん、いや、じゃあ喧嘩なるて、まあまあまあ、うん、あ、ガコマシンガン見てきた、ビビリには無理やわって、ほらやっぱ、あ、ハッピーの前哨とか、あ、いいですね、いいですね、あれ超いいよね、うん、全部消えるもんね、全員が耳元で当たりを囁いてくるあ、めっちゃええやん、それ、あ、それでいいです、うん、それ最強やね、それ最強やわ、うん、当たってるよって、当たってますよって、あ、いいよ、いいよ、いいよ、それ全然いいよ耳元で囁くとかも、ランプ切れたらどうすんだろうって、これ昔のジャグラー豆電球やったからね、らしいね、うん、LED じゃなくて豆電球やったんで、よう切れてるやつありましたよ、そういうイベントとかあったらしいね、設定ログやけどランプ消しとくみたいな、ああそうなん、それ知らん、初耳やわ夢夢違うって、だから設定ログ DDT してると、あ、分かるからね、うん、分からへんや、なんでやから、一直線揃っちゃったりしてんの、だ一直線揃わんと分からへんや、まあ割と揃うようになったんや、あれ割とそう、きっちりかっちりだほうやったっけ、ケケケだほうしてたらねはい、というわけで次のお便りいきましょうか、次のディスカッションテーマはこちら、ジロー君お願いします、はい、ラジオネーム光るかっこ10分さんからパチンコは何、大仁田では9分しか持たなかったからちょっと、光るさんでは11分やりましょう、光るかっこ11分さんから、はい、パチンコスロットを一生やめる代わりにと、ジローさん、トミキさん、いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。もしパチンコスロットを一緒に辞める代わりに何か一つ才能を得得することができるとした場合、ジローさん、トミキさんはどちらを選びますか？また、ちょっと待って。え？どちらって何？また、後者を選んだ場合、どんな才能を得得、え、どういうこと？これ、辻田さんのミスでしょ？なんなん？どちらって何？え、どういうこと？え？辞めても、いいけど、うん、あの力を得れる、
うん、そう、分かる。だから、タクをくださいよ。うん、やめない、やめないっていう。あ、やめないっていうか。やめるか、やめないか。やめるか、やめない。やめるか、やめないね。ほんま難しいな、日本語。で、まあまあ、当然、その、まあ、やめて才能を一つ得得するっていうことですよね。うんうん、例としてはパチンコスロットを一生やめる代わりに弾けなかったギターが弾けるようになると。しかも才能あり状態で。あ、才能をもらえんねんもんな。そう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 。ただ弾けるようになるだけじゃなくてほんまに才能ある人レベルっていうことやね。うーん、何かな、何やろな。え、これでも才能はあるけれども努力しなあかんパターンみたいな。当然やん。うん、あ、でも確かにそうかな。身体能力にしたら、うん、オリンピックとかパッと出れるやん。えげつないぐらいジャンプ力あったら陸上競技いろいろ出れるやん。どうなんかな。まあまあまあ、いけんのか。よっぽどでも才能ありやから、うん、圧倒的ってわけじゃないんやで。え、俺だってそんなオリンピックとか出はるさ、当然才能あるわけですよね。うん、例えば 100m 走にしても、うん、で、まあお前が 100m 才能があって、多分日本人の才能って10秒切るかどうかぐらいやん、うんうんうん、でそういう人らがいて、もう何年もずっとやったって、うん、いけるお前シフトでフラッと行って、うん、僕10秒切れそうなんですけどっておおってなって、確かに早いな、うん、ってなるけど、いきなりそれで大活躍するわけではないやん多分。多分じゃあいらんわと思うよ。だからそれやったら、うん、だからそれもだから野球の才能欲しいかなっていうコメントもあるけど、だからその草野球でちょっと上手い人らのレベルぐらいの才能って言いたいってことだろ。じゃあ違うの。じゃあだからプロ野球選手の、プロ野球選手自体がもう野球の才能の塊みたいな人が集まってるわけや、うん、だから野球の才能を得た、うん、からつってプロ野球選手に、じゃあこの年で俺らがいきなり門叩いて、僕よう打つんですよとか、よう守れるんですよって言っていって入れるかっていう話だ、うん、そこで大活躍できるかって、うん、まあ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 多分そうじゃないよ、うん、ようやくスタートラインで立てるやろうし、ね、もう年齢によってもう立てんや、うん、多分お前も危うやろ多分、うん、いきなり今野球の才能を得たとしても、うんうんうん、才能っていう定義がむずいよ。じゃあ野球やったらイチローの才能とかいいんじゃない。あ、そこまでいいんやったら、うん、じゃあ僕野球の才能もらいますわイチローの才能、うん、なんか面倒なってきたいやいやいや、そんなトップのあれになれるって言うんだ。トップになれるんやったらね、トップの人の能力をそのまま引き継げるとかやったら、うん、いや、これ酷やな。この俺らに聞くの酷な年齢やわ。なんだろう。でも割と言ってるし、もう多分何やるにもちょっと遅かったりする可能性。いや、まだだって今から一郎ぐらいのあれもろて、力もろて5年ぐらいえげつないぐらい頑張りゃええやん。で、20億とか稼いで書いたで、一郎に才能の話すると怒られる。ちゃ、分かっちゃ、ちゃうねん、ちゃうやんちゃうやんもういいそやね、才能っていう、だから難しい言葉よね。あー、なんやろな、うん、でも何かな。辻田さん何がいい。何やろ俺。でもそういう意味では、うん、まあ言い方変やけど、パチンコすると、まあ、うん、あってもなくてもええっちゃええやん、人生生きていく上で、うんうん、やろ遊戯、うん、遊びの範囲なんやから、うん、その俺らのこの今の職業どうこうっていうの関係なしでな、うん、で何やったら俺絵を描く才能ちょっと欲しいかな、うん、絵が上手。え、仕事を何すんの。ん、画家になる。で、まあ、とりあえずそれ置いとこうや置いとこうや。あー、うん、あー、イチローは努力だからな、ね、そう、もちろんね。あー、そやな、強いな。楽しそうっすよね、絵の才能あったら、なんか趣味にもなるしさ、なんか、うん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 、あんまでも稼がれ。え、なんで稼ぐ方に行くの。稼ぐ方に持っていくんですか。稼ぐ方に持っていくんやったら俺も絵の才能がいらんわ。やろ、うん、いらん。え、パチンコパチスロを
一生やめんねんで。ああ俺それやったらそれと引き換えに英雄才能が馬なるいや絶対やで、絶対なんか5号ランプとか書いてるってそんなモテ声出しないやよ。俺でもそれやったら、うん、あれなんつったらいいのかな、あの先見の明が欲しいね。言うたらその世の流れを、もうずるすぎ、世の流れを読む才能、世の中の流れを。株価とか見たり、株価とかでもそうやし、もう先読みしはる人っているやん、うん、なんか知らんけど次流行るもん読めたりとか、うん、次こういうのとか先手先手でいかはる人ら。俺もっと職人みたいなあれがいいわ。何例えば、木目読むのめっちゃ上手くてタンスとか直す人とかいるやん、職業、うん、あれ木目つないでとかやるし、うん、俺ああいうのでいい、ああいうのがいいほんまに、うん、え、それ儲かんの。いや、もう儲かりそうだ、人少ない、語学力いい、あいいね、いいね、うん、あ、そりゃ語学は才能って言うね、語学やわ、うん、歌の才能は、あの、歌じゃ、歌って声が大事だからね。ほらもうちょっとね、話が長引いてきてもうルール分かってへん人出てきてるからフリーズを引く才能とかってるあのパチンコスロットをやめる代わりに得られる才能ですからね、はい、金儲けする才能、次すげえ自信あるよな、多分俺が締めたるわみたいな感じで、ごめんなさいね、まだね7分しか経過してないんで、あのもう16時会議は時間にぴったり、時間厳守なんで、まだ伸ばしますよ、申し訳ないいや、あのね、うん、語学いいね、語学一番いいかも、その趣味にも使える、ほんま仕事にも使える、うん、あ、え、仕事も幅広いやん、そのやる仕事も、そうやね、うん、そういうなんやっけ、あの通訳もいいし、うん、翻訳もできるし、映画の翻訳とか超ええやん、うん、めっちゃ楽しい な。で、俺がな、例えばなんかこのめっちゃ流行った映画終わった後に、うんうん、翻訳藤田壮介、あ、いい、で、日本代表でなんかサルノゲビッチみたいな名前の日本代表監督の通訳してるのが実は村田二郎やあれ、あのそう何年か前ジャンバリね見てた、いいね、スロット番組出てた二郎君がなんかあれみたいな、うんうん、スーツ着てシャッとした、あんななんかバラの入ったネクタイじゃなくて、じゃなくてピッチリしたスーツで、そう、で、しかもあのどん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 こう日本代表、うん、日本サッカー暗黒期に入ってて、監督更迭されていろんな国の人来んのに、語学力の才能があるがゆえに通訳村田二郎は一切変わらへんっていう一生何語が来てもいけるっていう、うん、あ、それいい ね食いっぱぐれへんやろな、ね、やっぱなんかあの旅行とか行ってみたいんやけど、一人で行ったりしてみたいんよ、あ、はいはい、でもちょっと怖いやん、なんかにね、なんかに英語とか喋られへんし、なんか巻き込まれたらね、多分でも巻き込まれさえせえへんかったら多分、うん、問題はないと思うけど、うん、何に巻き込まれそうな、あなた逆にじゃあ聞くけど、何が不安？俺の友達とかあれよ、なんかアメリカ行ってる時に、うん、野球かサッカーか忘れたけど球場みたいなところで、うん、銃声になったから、うん、みんなが一斉に頭を伏せ出したけど自分どうしたらいいかわからへんからアタックしたとか言うの。いや、ちょっと待ってや、うん、あのな、銃声聞いたら多分人間の本能ってこうなんねんか、うん、それはお前の友達が文化知らんとかじゃなくて、ただおかしいだけ、うん、普通にね、なんかよくありますよね、実験とかでパンっていう音鳴ったりとか、うん、破裂音したら、うん、人間って自然に頭パッてかばって、そうなの、下に行くらしいよ、パン違ったと思った。やばい。はい、もういいや。次行きましょう。いや、まだやって。まだ あと30秒、伸ばさんとあかん。アホやです、まあ。そこからパンクにつなげるっていうのもね、さすが。そうですね。パンからパンク。パンからパンクっていうことでね。はい。というわけで、もうちょっと無理そうなんで、次お便り行きましょうか。はい。はい、今回もお便りね、ぼちぼちいただいております。結構あの面白いのを選んだというふうに聞いておりますよ、うん、あ、ちょっとこれいかせて、俺まずはい、あの
逆ハサミさん、はい、タイトルおにぎり、はい、次郎さん、藤田さん、以下略、いつも楽しく拝聴させていただいております。辻田さん、残念ながら私は警察官ではないのですが、某シネコンの某部門責任者でございますシャープ42で富吉さんが飲食物の持ち込みに言及されておりましたが、大手シネコンと呼ばれる工業各社は自劇場で販売している飲食物以外の持ち込みを全面的に禁じております。イオンシネマ、東方シネマズ、ユナイテッドシネマ、ムービックス、109シネマズ、ピージョイなど、鑑賞料金や委託がほとんどのグッズ各種とは違い、実はシネコン収益の要でもあるからでございます。番組で読まれなくてもいいので、それだけはお伝えしようかなと思いましたと。どうですか、いまだにシネコンに家で作ったおにぎりをカバンに潜まして、え、 お茶も魔法瓶に詰めて持ち込んで映画見る辻田さん、知らんかったな、ね、某シネコンの某部門責任者から来てますよ、あなた責任者ですからね、責任者ですからね、うん、それがこの人のそのそう、うん、ね、収益にもなってるっていう、なってるからもう迷惑やと、ひどいないや、まあとりあえずでも、うんうん、謝るべきでしょ、これは。だって俺らかたくなにな言うてたもんな、それはあかんよって辻田さんに、うん、いやほんま多分出禁レベルやでこれ。いやバレたな、これね、だってあなたやってること、うん、さっきのその前半ニコ生パートで言ってた、うん、その俺が唯一一回ホールで捕まらはる人、うん、見たっていう、よそのホールのメダル持ち込んだ一緒やね、同じやからねやってること、犯罪ですよほんまに、完全やってまいりましたね、やってしまいましたね、もう自首した方がいいんちゃいます。辻田さんのせいでジロ吉会議炎上どうするんですか俺はもう、俺は来ましたよ、やってもうたな、やっちまったなとか、やっぱどうなんやろうな、まあ何にも悪いことじゃないっていう感じも分かるんですけども、あでも俺は分からんもんな、悪いことじゃないって俺はだから何ていうの、富吉さんとかはじゃあ昔は持ってってもいいからでしょ。そうそうそう、そう昔は持っていって、俺ちっちゃい頃から別に中で買ってたもん。だからそれがもう普通やし、うんうん、持っていくなんてちょっと考えられへん発想やろ。うん、だからなる、友達ん家遊びに行く時にお弁当持ってって、うん、そうそうみたいな感じやから。そうやね。ちゃんとね、まだな、うん、まだな、それも結局さ、なんか外で買うた方が安いからとかっつって、うん、あるもん買うて行くとかやったらええねん。マクドがどうしても食いたかったとか。いや何、家から握ってったおにぎり。カバンからヒュッて出して魔法瓶に茶詰めてって、そうほんまそう、今コメントにあったのピクニック感覚かってほんまに、うん、そうですよ。いや、とりあえず声拾うかどうか知らんすけど、とりあえず謝罪しときましょう、某シネコンに対してね、うん、そう、逆ハサミさん怒ってらっしゃいますよ。もうしませんはい、わかりましたというわけで、じゃあ次のお便りいきましょうか。いや、面白いね、すごいね、こういうちょっとアンサーあんの、うんうん、なんかこういうのを読んでる時に、うん、よく何々の仕事してる人一人ぐらいいるかみたいな話してる時あったやん。まあね、なんかの仕事してる時に、うん、お医者さんいるかなみたいな話してて、うん、僕お医者さんなんですけど、ジロキチ会議いつも聞いてますって言ってくれたっていう。ほんまに、やっぱだからいろんな人が聞いてるね、医者に見てもらえてるとか、うん、すげえなんか、あーすごい、すげえなって今思った、ドキッとしたもんね。マジっすか、ありがたいですね。うん、じゃあね、その人もひょっとすると、はい、ね、看護師さんの前ではカルテ書いてる風に見せかけて、うん、お便り書いてらっしゃるっていう可能性もあるっていう。ないわ次のやついきましょう。これっていうのはなかなか、お邪魔しますって来てますね。どうもこんにちは。あとだいたい30分弱ですね、うん、なんだかんだやっぱたくさんの人が来てくれてはりますね。なんか時間がね、ちょっとあれやったね、ちょっと不安でしたがね、まあ、うん、はい。スロリーマンさんからオフ会の企画ということで、はい、あー、いいですね、はい、皆さんこんにちは。以前オフ会で野球とかフットサルしようとか話が出ていましたが、ソフトボールはどうですか、はい、ソフトならバット1本とボールがあればできるし、ボールもジョイフルソフトボール用のボールを使えば柔らかくて、うん、体に当たっても痛くないと、怪我の心配も少ないです。
ソフトで軽く汗を流してからバーベキューとかしたら最高じゃないですか。それでは皆さんこれからも頑張ってください、はい、ということです。どうすか、ここまで言ってもらって辻田さん。楽しそうですね。ああまあでも、求めてるのはちょっと もうちょいガチな野球。そうやね、うん、いやでも俺はこんなんでもいいよ。ほんまに？こういうなんかわちゃわちゃすんのもいいやん。あ、まあそうか、うん、そうか、ガチな野球やろうぜって言ったら女の子ね、そが減るわね、うん、来られへんし。ソフトボールは辻田がボールでいいじゃん。怒った、だいぶ怒ってはる。ほんまにだいぶ怒ってはるよ。いやちょっとほんまにちょ、うん、いやもう生の間にどうなんすか、決めましょう、オフ会やんのかやらへんのか。どうだ、やらへんやったらやらへんにいいから、でも言い切ってください。うん、やりたい、いや、やりたいとかもそういうのじゃない。ほんまにやらへんやったらやらへんって伝えんと、うん、そうそう、期待してはるから、うん、やるかやらへんかもう やるんすね。やるんすか、ちょっとカメラに載せてくださいよ、これ何月やります、時期を見て。夏ぐらいじゃなくて、じゃあ7月か8月どっちかっすね、うん、じゃあ9月入ったらもう夏しちゃいますからね、うん、7月8月のどっちかで今辻田さんはオフ会をやると言いました、はい、生放送で、うんうん、場所はそれももう言った方がいいんじゃないですか。場所っていうかね、関西ですか、その地域、まあ、関西、関西、はいはい、関東の人すいません、うん、関東はやります、やりません。時期を見て時期を見てやります、やります。ほんまに、おー、これやらんかったらほんまにもうなんすかね。え、関東でやるんすか、言うてもうていいんすか。いつかなって、いつかなって、びっくりした今、びっくりしたな今、なふわふわやな。まあまあまあ、とりあえず関西は今年7月か8月にオフ会を絶対にやるって、うん、やらへんかったらスキンヘッドにするらしいんで。いや困る、いらん。いや、ちょっとこの俺らがさ、うん、そのニコ生でこんだけ尺伸ばそうと必死のニコ生で、うん、前半1時間使って俺らにそらしてくれはるから、ここ座って、ここに座ってまずバリカンから行ってジョリジョリで、あ、いいね、うん、ほら信用されてないですよ、うん、関西の関西も怪しいなとかって、そんな悲しい話あります。じゃあ、やからあれが突然すぎて対応できひんかったっていう人の声をいただいてるんですよ、僕らは。じゃあなんでね、そんなにみんな休みやと思ってんすか。ほんまに辻田さんが非提示したら、ね、うん、みんな休んでくれるって思ってません。ほんまに、そう、ほんまに自由すぎ、 おにぎりオフ会で、いらんいらんいらん、全部辻田さんのカバンから出てくる。映画見に行ってな、うん、まあでもとりあえずまたじゃ あの辻田さんが企画してくれるんでね、皆さん楽しみに、続報を待ちます、うん、つってももうすぐ6月入ってまうから。そうやね、特感ですよ、6月の一発目の収録か、6月のニコ生ではもう発表できるぐらいにしとかんとね。じゃあ7月は無理やね、うん、8月も前半は怪しいぐらいかな、うん、だからもうほんまに今週来週あたりでには僕らに企画書が降りてこんとあかんぐらいの、うん、話です。これだっていつから言ってる？いやもう前回 その、うん、去年のオフ会終わった直後から言ってるから、ね、だからもうすぐ1年とかの話やからね。でヘラ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 しながらね、で何や言うたら去年1年、そう、去年と1年前で言ってることが俺は一緒なのよ。てーれーって。ほんまそうだな、関東とかでもみんなやれるように、うん、まずは関西からやりますねっていうのが去年やったはずやん、うん、もう前進してない。で、もう一回よ、1からよ、うん、あーもう、ま、気合い入れていきましょう、まあとりあえずね、絶対に7月は8月にオフ会はやります、うん、はい、けれども前回オフ会をやったあのパチスロー打つところゲームセンターは潰れてしまったんで、あのまた別のところで、うん、まあまあまあ、でもなんかパチスローかませないんかな、かませる必要なくない、うん、え、もうだからもうとりあえずどうしてもかましたんやったらあれ持ってったらええんちゃうの、そのスタジオにあるあの何だっけ、デコトラの シュー、ね、デコトラのシュー、あれ置いといたらええんちゃいます、うん、電気
ね、引いといて、うん、はい、ということで皆さん続報を期待しておいてください、はい、最低でも1ヶ月前に言ってほしい、うんうん、1ヶ月前には絶対言います、絶対言いますんで、絶対に言います、絶対に言いますからね、うん、はい、じゃあこれいきましょうか、はい、ヤマケンさん、はい、不屈のギャンブラー魂と、はい、二郎さん、富吉さん、辻田さんで今日はいないですけど、弘中さん、こんにちは、こんにちは、いつも楽しく拝聴しています、ありがとうございます、私は大学2年生のイカレポンチです、はい、月1回のホールの給油ベビーに合わせて、はい、5時に並ぶべく原付を飛ばしておりました、はい、お察しの通り、事故に遭い、刺してへんけど、ね、いや、ほんまに、分からん全然分からへん、分からん、全然刺してへんかったから、ごめんな、ヤマケン。お察しの通り、事故に遭い、腰骨を折るなど、全治2ヶ月、入院1ヶ月の怪我を負ってしまいました。待ちに待った退院初日に打ちに行くと、友で1回の AT で7回の SP を入れ、乱舞4回をこなしましたが、自力継続はできず5000枚ほどで終わりましたが、満足して帰りました。お二人もお店に行くまでにこんなことあるって突然のタメ口こんなことあるってテクノドレイク思想、テクノドレイクって何ですか、テクノブレイクですね、テクノブレイクね、テクノブレイク思想などの経験はないですか、よかったらお聞かせください、長文失礼しました。なんかあれよね、ちょっとこうマナーは守りつつ、ふざけるとこふざけてみましたみたいな感じが伝わってくるいいじゃないですか、そういう感じの、かわいい、はい、大学2年生って感じ、はい、多分東海地方かな、並びって言ってるしね、ああなるほど、中世もない、詳しいわ、二郎さん、うーん、二郎さんともなるともその人一分で地域まで言い当てますか、うるさいなあ、あすげえ、うるさいなえ、どうなんですか、なんかあるんですか、あなたもこんなない、いや、っていうか、普通ないで、うん、ある、じゃあもう根性、パチンコ以外にもありにしよう、え、事故の話、うん、事故、事故ったことがそもそもあるの、バイクやったらある、盛大な、ある、ちゃんと事故、救急車乗った、あー、どんな、高校生の時にバイクに乗ってて、で、バイクってみんなで走ったらおもろみたいなことや、で、夜中に、夜中ってことじゃないな、9時、10時ぐらいにみんなでどっか行こうってなってんけど、うん、その時俺が乗ってたバイクが、うん、ちょうど車検の時期やったから、車検に出してビッグスクーターを借りたのよ、はいはいはい、バイク屋さんに、はいはいはい、で、まあ、一応これ保険にも入ってるんで、うん、なんか危ないことあったらまたここに電話してください、うん、みたいなことをバンって書いて、紙とか渡されてて、はいはいはい、いやいや、ビッグスクーターで事故とか起こらんてよ、思って、ああ、ちょっと大きい原付やんぐらい思ってたよ、うん、でも乗ったらなんかすごい速いし、スピード乗るし楽しいなぁ思ってて、うんうん、で、いつもみたいな感じでバーって行ってたよ、で、友達後ろに多分3人で前に1人かな、うん、で、前の人が結構なスピードで行った、うん、で、全員普通のバイクからシュン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 行ってたよ、うん、なと思って俺もバーってついて行ったら、うん、大きいから車体を傾けれへんくて、おで、傾けきってて、あのボディがずっと吸ってんのよ、で、火花バーって散ってんねんけど、うん、曲がりきれへんくて、で、対向車の車にパーンってかすって、おで、その瞬間、あの右のミラーで後ろから友達が突っ込んできてんの見えて、おバーンってなった、あそうか、俺ビッグスクーター乗ったことないやけど、うん、そうやな、うん、傾けられへんの、そう、無理ないだから、めっちゃ怖いよ、あれ、え、じゃあみんなあれ、街中とか曲がったハンドル、どうせハンドルで曲がったハンドル、でも、バイクってハンドルで曲がるのもだいぶ危険やん、危険、だから、まあ、ある程度キュッキュッとはいけるけど、レーサーみたいな感じはないよ、で、友達は、友達大丈夫やった、友達もバイク大破したね、けど、2人とも怪我ほとんどなかった、へー、うん、レントゲンとかいろいろ取ったけど、何も折れてないし、うん、めっちゃ怖かった、バイクは危ないよ、危ないね、いや俺もなんか前一回その乗ってた時にバイク、うん、二十歳ぐらいかな、二十歳の前かな、うん、なんかその辺はもういつやったか忘れたけど、うん、SR 乗ってた時に一人暮らししてたところから、その、働いてるところ、うん、バイトしてたところまで
その単車で行ってたんやけど、はいはい、まあ冬ね、うん、下がちょっと若干朝凍ってて、スピードと角度の才能どういうこと、パスロやめてなるほどね、はい、うん、じゃあそれで、ね、はい、まあ、結構朝やし人もおらんかってスピードがね、うん、結構乗ってたんやろうね、うん、でそれで、はい、その時やからそういうバイク好きやったし、うん、でなんかそうスカジャンとか来て乗ってたんですよ、うん、はいはいはい、うん、でそれでまあベーって乗ってて、で急に前の車が急ブレーキ、もう音出るレベルの、うん、びっくりするやん、キキーっていうなんでちょっと話聞いてーや、聞いてーや、まずはじゃあそれで、はい、でうわーってなって、もう止まれへんやんそんな、うん、でもう下も滑ってるしで、うん、俺バーンこけて車、その車の下でバイクがバーンって入っちゃって、もうそれも大破したんやけど、うん、で俺ももう道路に放り出されてバーンってほんまにゴロゴロゴロってなる感じわかるやろ、ほんまに地面に叩きつけられるっていう、うん、でスピード乗ってたから地面でも止まらずにもうザーッと滑っていくみたいなんで無傷やって、うん、で起きたらあのスカジャンの刺繍が全部ほどけてたっていう、何え、なんやろな、あの無傷話持ってくんねや思って俺、え、なんかそれやったら骨折ってほしかった、大腿骨骨折とかしといてほしかったでも、よう考えて、ごめんな、なんかボケの説明みたいになるけど、うん、スカジャンのな、うん、刺繍全部取れてたんだよ、起き上がったら。コメントにもあるけど、うん、滑ったのはバイクじゃなくて富吉さんやったって。あー、なるほどね、はい、あー、そこで頭打って、今の富吉に至ると、うん、あー、残念ですね、はい、すみません、はい、でもバイクいいよね、バイクいい、あー、なんか、やっぱり、うん、乗りたくなるわ、この時期やっぱ見るやん、街中で。いやでも一時に比べてだいぶ減りましたよね、バイク自体。そうなんや、あ、なんかバイク全然売れへんらしいやん、うーん、今ね、若い人がバイク乗らへんと、はい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 、うん、まあだって昔は暴走族とか、それこそみんなバイク変わっとダメですもんね、どっかから。いやまあでもそうなんですよ、このコメントにもある通り、うん、車になれたらバイク乗れんわって、だからその僕もちょっと車乗ってた時期があったりとかしてたから、うん、そう、結局いくらバイク好き好きっつっても、うん、車の快適さを知ってしまったら、やっぱりなかなかバイクに、そう、ミドリムシが多いね。ん？どういうこと？ミドリムシみたいな、なんかちっちゃい虫ね、うん、あれが嫌なんすよね。え、どういうこと？どういうこと？え？じゃバイク乗ってたら、うっとしいよね、河原とかな、うん、あー、そういうことね。あ、ストーカムシのことな。え？うん、ストーカムシ、ローカルな、いや、同じ京都やん、知らん、同じ京都、うん、あれ言ったらまあ確かに最悪なバイクは危ないし、ね、最悪やね、あのもうマンホールの上とか、うん、むちゃ怖い、うん、いやでも車とはまた別もんやわ。まあね、だから多分バイクは娯楽なんでしょうね、うん、そうそうそう、うん、趣味なんや。あ、これがまた大きな要因だよ、メットで髪の毛が崩れるから嫌って、うんうん、とか言うやついるよねと思ったけど、俺全然なんとも思わんもん。だからお前そういうナチュラルな感じやん。俺結構立てていく派やから、はいはいはい、だからそうなんよ、あー、そう、ぺちゃんこになるとかって嫌なんや、やっぱね。いやでもそれに増してやっぱ、あ、気持ちよさは勝ってるんですけどね、やっぱなかなかね、うん、なんかノーヘルとかミーヒングなったな、そういえば。いやでもたまにおりますよね、あのもうヤンキー。でも危ないからね、ノーヘルってほんまに、ほんまにほんまに気ぃつけんと、うん、安全運転で走るんやったら俺ノーヘルでもええと思うけど、そんな、いや、あかん、あかんけど、危ない発言したね、お前、あかんけど、うん、せめてね、まあでもアメリカとかはいいんやっけ、ハワイが確か場所によっちゃいいんですよね、ノーヘルでも。けどなんかサングラスかけなあかんとかっすよね。え、嘘やろ。あ、マジマジ、ハワイ、ほんまに。え、違ったっけ。え、サングラスかけなあかんなんてある。日差しが危ないから。へえ、まあそうよね、まあバイクに乗るんやったらメットある方が俺もかっこいいと思う。うん、メットも含めてのバイクやと思うから。うん、うん、はい、そうやね、そう、ノーヘルのやつに限って安全運転せえへんねんな。そうそう、おっしゃる通りですよ、はい、危ないですからね、危ないですからね、はい、というわけで、はい、どうしましょうかね、あと残り10分ぐらい。
コメントを拾っていきますか。なんか質問等ございましたら、そうラスト10分ね、コメントガンガン拾っていこうかなと思いますんで、うん、コメントガーッとください。お願いします。ジロー君、今から卵2抜き食べます。なんで分かったん。音がしてるんですよ。行ったことない都道府県ありますよ。全然あります、うん、結構ありますよ、うん、晩飯何、うん、多分焼き鳥ぐらい、焼き鳥っぽいな。俺なんか今から飯行くつもりなんで。なんでジロー君は卵を食べてるの。いや今から食べようと思うんですけど、目の前になんか、なんか知らんけど卵があったんで、そう食べたくなって食べようと思って。お二人は車を持っていますか。持っていません。今のところは持っていないです、うん、今はバイク乗ってないかな。ジロー君は、黒バラ入ってしばらくはちょっとあったんやっけ。乗ってた、うん、けどもうないね、うん、潰れた。そう、富木さん新番組始まりませんか。始まりません。森田さんの番組見たます。5時まで見たます。はい、はい、ありがとうございます。デリ呼びます。呼びませんね今からは。はい、愛媛は来たことありますか。愛媛は行ったことないんですけど、もうすぐ香川県に行きます。僕あさって、しあさってか、あさって違うな。黒バラ収録3日後、4日後、日曜日、いや違う月曜日、うん、またなんかブログかツイッターか見てください。なんかで書きます。え、黒バラ収録、うん、あ、そんなとこまで行くんや、うん、なるほどね。島根いいですね。島根行ってみたい。あの島根ってあれ砂漠あるところやんな。ちゃう、それ鳥取やん。うわ、めっちゃ恥ずかしいわ。もうか、もう今のなし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 、すいません、申し訳ない、すいません。似てる似てるの。え、森翔さん横に今どういうことやんな。あ、森翔さんのスタッフの方かな、うん、これ言ってんのは。なるほど、元気にしてるかいっていうことで、はい、ジロー君、香川23日にありがとうございます。あー、なるほど、日曜日待ってます、岐阜来たんや。岐阜割とちょくちょく行ってますよね、うん、日曜日会いに行くよん、ジロー君、欲しい、はい、ありがとう。クローバル個人戦の新しい企画欲しいです。まあ、僕らがどうこう、まあ、俺らのクローバルでもないからね、うん、どうなんやろ。まあなんかあるんちゃいます、そのうち。ジロー君食べてんのは二抜きです。で、僕がずっと食べてんのはプリングルス。とめきちさん、黒バラ軍団と対決してやって、実はですね、うん、正式な企画としてはないんですけども、直接対決みたいなんで、今のところね、たくさんとだけやったことなくて。じゃあ、孝太郎や、うん、孝太郎以外全員勝ってるから。俺、全敗やもん、とめきちさんに。ジロー君、まだ俺に一勝もしたことないから、うん、俺ジローキラーで有名やもんな。有名やね、ほんまに。トゲトゲがもうすごい。来月こそ野宿期待してます。嫌です。嫌です。下克上してどういうことかな、意味がわからん、うん、神奈川来てや。この間ね、僕横須賀行ったんですよ。俺ももうすぐ行く。むちゃ楽しかったね。いいな。ちょ、中華街行っといでや。むちゃ楽しい、やっぱ、うん、ええー、美味しい。嫁のブラまた見たいっす。ああ、そうですか。じゃあ こっそり撮ってツイッター上げときますわ。宇都宮かも。餃子ね、餃子絶対食うもんな。あ、行った、美味しかった。あ、行ったことあんや。俺ないわ、うん、あるかな。あるわ。めっちゃ美味しかった、うん、ガムシャラセカンドメキさん活躍してるよね。ありがとうございます、ありがとうございます。そう、なんかまだ未だに俺がお荷物みたいな感じやけど、勝手に俺やからね、うん、そうや、誰もそのこと言ってへんやん、お荷物。ジロー君、何うどん食べるの。やっぱ香川行くんやったら色々食べてみたいな。3軒4軒回りたいんだけど、そんな時間あんのかな。ないか。いや、お昼ご飯でね、まあ、うん、うーん、いいんじゃないですか。行ってみたい。あ、そうや、そうや、ほんまや、横須賀行ったら、そうや、さっきの話や、スカジャン買わんと。そうや、横須賀ジャンパーなんやから、スカジャンって。そうなの。そうやで、へぇ、横須賀ジャンパー、へぇ、知らんかった。そうやで、すげえ、なんか、そう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 、白色ですがをしてきた。むちゃ恥ずかしいこと言うやん、お前。仙台で美味しいお店知ってますか。知りません。知らんな、仙台行ったことないからね。行ったことないね。たぬきうどん、たぬきうどん、これ僕らの思ってるたぬきうどん多分ちゃうよな。俺ら多分京都と大阪でもちゃうやろ。たぬきうどんって何。俺らのお揚げさんのあんかけの生姜乗ってるやろ、うん、だけど多分大阪でももう天かすでしょ。たぬきそばやな。うん、うどんやな。うん、なんか分からへんね。五反田にあるから来て、多分食べに行ったことあるな。美味しかった。立ち食いのところじゃないんかな、多分。かなり流行ってた。ほら、横須賀ドブ坂のジュピターおすすめって、もうこれは何やなんか分からんけど。
今度行くんやったら行ってみてよ。スカジャンやと思いますよ。トメさん席入れたんですが、まだ入れてないですね。まあ近々なのか分からんけど、まあいつか入れるでしょう。差し入れは何が嬉しいですか？何もいらないです。あ、もう全然いらないですよ。気持ちだけで本当にパッて来てくれて、うん、よーみたいな感じでね。2人でガムシャラ以外の番組やって、多分これ以上こいつと2人の番組やったら多分ね、飽きられます。うまいこといかないな。多分これがギリのラインやと思いますよ。阪急、はい、コロッケうどん、そうや、食ったことあるコロッケうどん、はい、むちゃくちゃうまいから。けどなんか辻田さんが前どっかで一緒やった時に、うん、コロッケそばかなんか食べたの、うん、びっくりしたね。え、なんなんと思って。いや、そもそもやっぱ俺揚げ物を汁物の中に入れるの嫌やわ。え、天ぷらも嫌ってことじゃあ。いや、天ぷらはいいやん、なんか天ぷらちょっとちゃうやん。いや、ちゃうやから俺もそう思っててね、うん、コロッケうどんってどっちかって関東の文化ですよね、うん、そう、で俺もこの間東京がなんか泊まった時に、うん、ツイッターでも揚げたんやけど、うん、朝ごはんちょっとお腹減ったしって立ち食いってコロッケそばを食ってみたの、うん、まあびっくりした。俺も一生食わへんって決めててんけど、うん、急に興味持って食って、うん、私食え。 OK、 一回食べてみろ、ほんまに、はい、コーヒーはどんなコーヒー飲む？ブラック。ブラックですね。旅打ちして、旅打ちしてみたいですけどね。やってみたい、色の地域行ってみたいな。今年の M1 何回戦まで行けそうですか？トムさんの話かな。トムさんは2回戦まで行けるんじゃないかな。慣れてね、外国人補正もあって、うん、そう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 。二郎さんの喋り方が好きよ、そういうの言ってくれる人嬉しいね。俺にそういうのないんかな。待ってますよ。僕もあなた好きです、ね。二郎いつ横須賀なんだっけ？わかんないです。またなんかで。はい、ほんま適当やな。覚えてないよ、そんな。いついつがいつとか。そらそうやな。とめきさん、イケメンやん。あ、来た、うん、ありがとう。照れたな、帰ろうかな、もう。とめきさんの話し方、独特。ありがとうございます。とめきさんのテンション好きです。ありがとうございます。とめきさんの喋り方、ただただうざい。帰れ。え、とめきさんが記録力がいいのはなぜ？どういうことでしょうね、記録力。俺 SD カードが中に見える？USB っぽいんかな。 USB 顔してるもんな。ありがとうございます。小太郎くん、いつ髪切るんでしょうね。伸びてますよね、だいぶ。あ、今伸ばしあるんかな。なんかでも、ちらっと聞いたら、俺なんか近代一少年の事件簿に今ハマってるっていう話だね。多分ちょっと影響されてるかな、はい、ケツ貸してください。ちょっと貸せません、申し訳ない。延長してほしい、残念ながら延長ないんですね。申し訳ございません。上手に太った、太ってません。髪型が記憶媒体っぽいなって。どういうこと？意味わからへん。ジローさんの服装だ、好きです。ありがとうございます。いいね。僕もあなたの服装大好きです。そう言って適当なこと言うた俺はあかんと思う。あ、そうなの。ジロー君会いに行ったらめっちゃ優しいから照れる。そう？あ、そういうのいいね。優しいんや、あなた。あ、なんかその最近人見知り感なくなってきた。人見知りが発動するときとせえへんときがあんのよ。なんか分からんねん。テンションちゃう？自分の、うん、いや、相手のテンションかもしれん。すんません、二郎さんですかみたいな感じはちょっとおーおーってなってしまう。古畑任三郎みたいな感じで来られたら、えってなるっていうことやね。おーいみたいな感じで来てくれたら、あー、結構慣れ慣れしく。あ、だからそう、二郎君とちゃんとそういう、なんかおしゃべりしたいなっていうのはもう変に気使わんと。そうやね、もうガツガツ好きぐらい。そうやね、だからやっぱジモのさ、そのイメージっつったら、うん、やっぱりその黒バラのカチンとしてる、まあ、まあそれはね、ちょっと怖いイメージがあったりするのかなって。うん、うん、ジロー君は会いに行くと飲み物をおごってくれそうだか。意味がわからない。まあ横にあるんですね。サウナスーツかっこよかった、すごいダサかった、あれ。あ、なんかで着てたんですか。うん、なんかで着たんです。眠そうに打つの燃える。あら、そうヘロー、今さらヘローね、うん、はい。コメントたくさん読んでるサンキュー、なれなれしく言うの失礼かと思う。いや、そんなことないですよ、全然普通にね。トメキさんの白シャツかっこいい。ありがとうございます、うん、褒めんのそこなんや。トメキさんの笑顔好き、ありがとうございます。島根と鳥取の違いちゃんと覚えておいてくださいね。すいません、申し訳ない、字が似てたっていう感じかな。はい、トメキさんのシャツはいつもくしゃ、知らんわ。そういう格好なんですよ、これ。渋い感じの。次はいつ、次はいつですか。来月、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 またいつか月一ですね。はい、どこかでやりたいと思います、はい、というわけで今回の二郎吉会いかがでしたでしょうか。ということでまた来週お会いしましょう。さよなら、さよなら。